基本にあるのはやっぱ矛盾なんですよね。分裂生成っていうと、いわゆるベイトソン的に言えば、はい、祭祀とか儀礼みたいなものとも接続しうる、パフォーマティブなね、リチュアルなもの、はい、トポロジカルな変換っていうので物のことをきっと考えてると思う、ね、うん、自分のモチーフをその公理に従ってずっと変容させ続けてる、変容してるんだけど変わらない。そう、こんにちは、後藤茂雄です。ハブ・ザ・フォーサイト・アバウト・アートの新シリーズです。お相手をしてくれるのは、藤本瑠衣君です。研究者の方です。藤本です。よろしくお願いします。ブルース・ナウマンというアメリカのコンテンポラリーアーティスト。手法はいろいろなんですよね。立体もあるし、音楽もあるし、インスタレーションもあるし、みたいな人なんですけれども、うん、まあ、僕は非常に高く評価していましてですね、日本では大きな美術館でワンマンショーやってないので、知名度は全然低いんですけれども、高松の宮記念賞とかをまあもらっていて、うん、もう世界中、テートモダンであるとか、モーマであるとか、もう至るところではワンマンやってるんですけども、うん、日本ではやられていないっていう人なんですけども、一番最初に今日は藤本君と話したい、はい、ベニスビエンナーレに合わせてこのベニスで展覧会が行われて、それも藤本君が見ている、はい、行きましたね、プンターデラドガーナーですね。フランソワ・ピノーの、まあ、美術館が2つありましてね、パラッツォ・グラッシー、プンターデラドガーナーというのが2つあるんですよ。両方とも、安藤忠雄がリノベーションしたところで、はい、プンターデラドガーナーもコンクリートが綺麗ですよね。そうですね、あの打ち出しのこういうやつがね、素晴らしいんですブルース・ダーマンのコントラポストっていう、まあ、初期からやっているモチーフがありまして、それを中心にした展覧会というのがまあ行われたわけですよね、うん、それのまず印象っていうのはどうですか。兵庫県美でやってたコンラッド・フィッシャーとかの展覧会で部分部分ではなんか見てるんですけど、古典っていう形で一貫した作家性みたいなのを見るのは初めてだったんですけど、非常によく分かったというか、明確にコントラポストっていうのは、コントラポストっていうのはまあ西洋のさ美術史では重要なキーワードなんですよ。彫像のポーズのことなんですけれども、うん、普通だと正面でこうやってるんだけど、うん、ちょっとねじったポーズのことを言うんですね、うん、コントラポスト・サリーズっていうタイトルがついてるように、ブルースナウマンっていうのは若い時から自分のスタジオで行われるものが全てアート作品になるっていう考え方なんですよ、うん、スタジオの中で四角い、まあ、枠っていうかラインを引いて、うん、その上をこう歩く、左足の前に右足をまた出して、その前に左足を出していくっていう、うん、まあ、こうくねくねくねて歩く、うん、コントラポストのウォーキングなんですけど、うん、そのパフォーマンスをやって以来モチーフにしてるんでしょうね、うん、ボディというか、まあ、身体性の話みたいなのはこう一貫して、部屋のこう 四隅の角の部分にこう体をバンバンバンってこう打ち付けたりするようなビデオの映像作品とか、ビデオアーティストじゃないですか、映像作品っていうのをまとめて見れたりとか、スタジオの使い方とかですかね、非常に参考になったし、まあ、トーチャーっていう拘束っていうテーマもブルース・ナーマンの場合重要なんだけど、はい、究極の選択の質問とかなんかされるとするじゃないですか、答えられないよっていう状態ですよね、ダブルバインド状態みたいな感じですよね、性を選ぶか死を選ぶかみたいな、うん、そういう質問とかあるじゃないですか、はい、そういうような時に通っちゃう、それは人間を縛るということだから、ある種の拘束状態に陥れるというロジックの破綻ですよね。イエスかノーではなくて、イエスだったりノーだったり両方なんで選べないみたいな状態迫ると。ブルース・ナーマンはそのマルセル・デュシャンからの影響もすごい強い者なんだけれども、もともと数学と音楽を勉強していて、それ大学院からアートを勉強するっていうになったんだけど、論理で作品を作ると、もともとペインティングを目指すんだけど、ジョン・バルデッサリーと同じように言葉と表象っていうものが分裂する、スプリットするっていう、分割されるというか、分裂ですよね、うん、分裂するときにどういうふうに作品が成立しているかっていうことを考えたから、うん、基本にあるものはやっぱ矛盾なんですよね。分裂生成っていう、いわゆるベイトソン的に言えば、はい、そう言ってもいいかもしれないけど、うん、それで作品っていうものが作れるんだ、気がついて一貫してやってるっていうことだと思うんですよね、うん、分裂生成っていうのは何かを作り出すっていうのが答えを出す行為だっていうふうにされてきたような前提がある一方で、いやいやそうじゃなくて、問い自体が生産物として提出し得るものであるっていうことを明確に打ち出したっていう感じでもある。コミュニケーションに対してメタコミュニケーションっていうんだけどさ、うん、レイヤーとも言ってもいいし、問いのねじれって言ってもいいと思うんだよね、うん、表向きには愛情表現を言ってんのに、うん、こいつには下心
心が裏があってなんか俺をひどく言ってんじゃないかみたいなことを勘ぐって疑うと、うん、ロシアとウクライナの戦争みたいなさ、はい、隣同士で親戚みたいなもの同士なのに戦争になってしまうっていう分裂政制の一つのまあ典型なんだよね、まあ、ちょっとネガティブな例かもしれないです。ただベイトさんが言ってる分裂政制にはもっとこう男女っていうものがその例えば入れ替わる男の人が女装するみたいな、うん、お祭りでガス抜きするようなシステムみたいなものがあって、その分裂政制っていうものの方法っていうものを、まあ、ナウマンっていうのはすごく活用してるところがある。あ、先生のベイトソンのその話を聞くとある種のパフォーマンスみたいなものが生物とかそういうものをこうモチーフにした祭事とか儀礼みたいなものとも接続しうるっていう、パフォーマティブなね、うん、リチュアルなもの、はい、儀礼性というか、ナウマンはもう80でキャリアもバリバリでベテランなんだけど、その中心にあるものは矛盾なんで、はい、それからブレないんだよね。そこがすごいところだし、彼を偉大なアーティストにした理由だと思うわ。矛盾がブレないっていうのがすごいっていうのをもうちょっと詳しく言うとどういうふうになりますかね。同じモチーフを反復したりとか繰り返すっていうことだろうね。彼の場合数学とかやってたんで、うん、この間のプンタテラとかだけど、はいはいはい、こうカウントするやつあるじゃん、指のやつとか、あの上下でこうなってるやつ、手っていうものとか数字だってインチっていうものは指の大きさから来てるように、うん、単位と関係してるじゃん。数字と肉体の関係っていうので単位って考えてるところがあると思うんだよ、うんうん、トポロジカルな変換っていうのでもののことをきっと考えてると思う、うん、ある種のブレなさっていうのはそういうことで、同じテーマであってもそういうふうに変容していけば同じモチーフをトポロジカルに使ってるんだっていう認識が合うんじゃないかな。数学的な判断だ。自分のモチーフをその公理に従ってずっと変容させ続けてる、変容してるんだけど変わらないっていう考えを持ってるんじゃないかなと、うんうん、それ分かりやすいですね、うん、まあね、僕がねそのブルース・ナウマンに興味があるっていうのは下心もあってさ、はい、ブルース・ナウマンがやったことを自分でリプレイしたらどうなるかなと思ったりするわけ。先生のボディでってことですか。ブルース・ナウマンが初期にやったやつでさ、顔に色を塗るやつがあるんだよ。ピンク色とか白とかに見たことあるかもしれない。自分っていうものを使って言語とかロジックとか表せばいいんだっていうのはスタジオの中でやると全部アートになるっていうと考え方は近いと思うんだよ。ここにあるもので勝負すればアートになるんだっていう考え方だと思うんだよな。僕がある日急に顔を白くして YouTube に登場したりすると、はい、頭おかしくなったんじゃないかとか、うん、こいつアーティストと思われるようになったんじゃないかとかかもしれないけど、はい、ただ顔を白くしたりとか赤く変形してるだけじゃん。ナウマンのことを考えるときにはそう考えてるね、いつも自分の指っていうものの指型を使って作品に作るっていうことは、うん、ナウマンでなくても全員できるわけじゃない。まあ実際やってる人もいっぱいいるわけだし、ナウマンから一体自分が何を学ぶのかっていうような感じでナウマンのことを考えてしまうね。世界中にナウマンに影響を受けたんですっていうようなアーティストがやっぱりいるのは、アーティストはみんなそういう風な目線でナウマンのことを考えちゃうんだと思うんだよ。そういう力があるんだと思う、ナウマンって。なるほどね。あ、なんか分かってきましたね。マルセル・デュシャンがこう頭で考えて何かをプレイする人であるならば、一方でブルース・ナウマンは自分の体というか、まあ、ボディを使って何かをプレイする人だから、世界中のアーティストがナウマンをコンテンポラリーアートにおける身体のある種先生みたいな感じ。そう、あの僕もさ、ノーっていうのを叫び続けるナウマンの頭がぐるぐる回りながらやるやつもあるし、はい、ピエロがさ足をそのバタバタさせてトイレでやる高速のやつも、はい、あの叫んでるやつです。初めの頃はこのピエロをナウマンがプレイしてるのかと思ったりとか、うん、他の人がやってるのかとかっていうのはアナウンスないし分かんないわけよ。見てるうちにそれはどうでも全然よくて、はい、これを自分がやっても別にいいことなんだっていうふうに思うようになるね、うん、
そういう力っていうのがナーマンの作品にはあるところが面白いんじゃないかなっていう感じはするけどね。なんか俺でもできんじゃねえかみたいな。ナーマンが今すごい世界中でリスペクトされてるのはやっぱりリプレイっていうことが考えやすいアーティストでもあるからだと思うんだよ。頭でっかち、ジャン・デュシャンとか、身体っていうかパフォーマーっていうドローイングみたいなものをもう一回考え直すときにすごいいいんじゃないかな。体を動かすっていうのはもう当然ラディカルなものですからね。今って授業でもよく言うんだけども、そのマルクス主義、フロイドの精神深層心理学、ダーウィンの進化論っていうのはもうついに破綻しているっていうことで、二項対立的なさ世界観っていうのはもう全く通用しないわけだから、白でもないし黒でもないとか、イエスでもないしノーでもないし、ライブでもないしやっぱデスでもないっていうような分裂生成的な部分がやっぱアート思考のベースだと思うんだよ。で、それを実装してるのがブルース・ナーマンだからだと思うんだよね。そういう感じがします。身体の話とその分裂生成の話っていうのをこう一本の線でつなぐのであればどういうふうに説明できますかね。それ身体論ってことになるよな。君の得意な身体の可塑性みたいな話になるんじゃないかな、うん、言語にとって身体とは何か、要はこう身体というフィルターを通すことによって起こる問いみたいなものが強制的なレベルで浮かび上がってくるっていうことをやってるっていう感じです。だから叫んだりとか、強制的で違う部分だったら統合失調症なわけじゃん、人間の言語を使った意識っていうものと身体分裂状態っていうものじゃない、病としての強制。ナーマンはアートっていう局面において極限まで進めていって、ピエロがノーって言ったりするような拘束状態っていうものを作品化してるってことなんですな。ような感じ陽気な、うん、ネオンの作品あるじゃん、ワーと反対にローっていうのが出て、こう光る順番で作品の意味が変わってたんだけどさ、陽気だよねそういうの。そうですよね、言ってることはさすごい陰気なじゃない、シャウラガーで18年にナーマンの大公演で見たんだけど、ちょっとずつしかなんか最初分かんなかったよやっぱり、なかなかね上級編だなと思うよ正直言って、世界のそのアートシーンの移り変わりとともにだいぶ解釈が進んでいったっていう、それは面白い。論理矛盾を使ってるところがブレないもんだからさ、古くなんないんだよビデオで作品とか作ってるやつはテクノロジーは古くなんだけど、コンセプトが古くなんだから古くなる。なるほどね、めちゃめちゃブラウン管でしたけどね。でもまたそれが良かったりするんだよね。まあまあそうですよね。テクノロジーの古い新しいの VS コンセプトの古い新しいってやつは、あ、それ面白いっすね。それに打ち勝ってんじゃない、4K で撮影してもナウマンには勝てないかもしれないみたいな。 3D データでやったりとかさ、新しいメディアでもう一回リプレイしちゃおうみたいな感じっていうのが露骨にあるしね、それでも変わんないんだよね。それでも変わらない。なんで変わんないじゃん、論理矛盾を使ってるから。第1回目はブルース・ナウマンでした。ありがとうございます。それでは皆さんさようなら